おお、遠くても響きますね。そうですよね。いや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 。遠くても自分で叩いても気持ちいいですかね。あ、そうですよ。結構自分でやっても大丈夫です。気持ちいいです。顔、ここがだいぶですね。おいけます、大丈夫ですお尻側ですね。今までじゃない。あ、どうしてもなんか背中で隠れちゃったりとかね、難しいですよね。そうですね。やっぱ三四台囲っとくと。はいはいはい。まあそうですね。いろんな角度からで。東京ドームみたいに上から釣ってるとか。ああ、はい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 、こうワイヤーでこう移動しながら、はいはいはい、まあ、あとこう広角のカメラだったりとかね、はいはい、こういう風にしておくとだいぶいいでしょうね。いいですね。これも痛そうなんですけど大丈夫ですか。まだそんな感じないですね。あ、本当ですか。こっちも鈍っているパターンですかね。釣るからにはかなり凝ってるんだと思うんですよね。なんか鈍いんですよね。ああ、マジですか。感覚が。あ、なるほど。響いてるんですけど、なんかこう痛みっていうか、はい、なんか鈍さが、はい、確かになんかね、届いてない感じがします奥まで行ってない感が、なんか鈍いっすね、跳ね返ってる感がある響きがやっぱちょっと高めに感じたりする。そうですよね。今日すごいですね、なんか足がよろしくないですね。よろしくないですね。冷えちゃったんですかね。冷えもかなりあると思います、ね、うん、いらっしゃる時間も長いじゃないですか。そうですね。うん、寒いですからね、外は。足元はすごく冷えますよ。で、あの、フリーマッサージもやってるじゃないですか。はい。で、なんか金曜日雪らしいですよね。はいはいはい。で、なんか次の日土曜で、一応やる予定なんですけど、うん、はい、どうしようかなちょっと悩んでやめないといいんじゃないですかね。でも一応行くだけ行って、うん、はい、あ、これは無理だっていうライブ動画だけでもさ配信して帰ろうかなって。ああ、なるほど。律儀ですね。まあ、それはあのピンチをチャンスって感じで。ああ。そういう考え方もありますね。ね、やってもやっぱり寒いですもん。本当あそこ日陰なんで。いやですよね。めっちゃ寒そうですよ。本当寒いですよ。寝たくないっすもん。いや、まあ、いや、もう、やっぱ一般の本当わかります。俺も本当にあの、いや、本当に、あの、楽しくなければやらないですよ。ああ、なるほど、楽しいんですね。楽しい、楽しいです。めちゃめちゃ楽しいです。じゃあ、その寒さとか辛さを補ってあまりある楽しさが。そうそうですね。なるほどね。仕事だったら行かないですね。ああ、なるほど。むしろ、仕事じゃないからこそっていう。そうそう、楽しく、楽しみにやってるっていう。趣味の一環なんですね。そうですね。もうやっぱりいろんな人に会えるんで、めちゃめちゃ楽しいです。確かにそういう部分で面白そうですね。本当面白いですよ。誘導的で
渋谷って、はい、そうなんですよ。いろんな人の人生が聞けるんで、ね、ああなるほどね。楽しそうなんですよ。なるほど。ただめちゃめちゃ寒いです。そうでしょうね夏はクソ暑いし、冬は寒いでしょ。ああ気持ちいい。腰悪くなってる方だとやっぱ痛がりますね。ああはいはいはい。